はい、北海道中富良野町寺坂農園農チューバーの寺坂雄一です。今日も寺坂農園の悪いところ5つ目、はい、待遇がぼちぼちだっていうところです。ぼち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 、自分で。いやもうぶっちゃけ時給が事務所のね仕事で1時間915円で、ね、結構体力的に大変なメロン畑畑の仕事は925円なんですよ今年は。どう？高い？安い？いいと思います。いや、いいんじゃないかな。あ、農業としてはぼちぼちです。農業としてはぼちぼちです。まさにぼちぼち、ね、季節ね、9月までに季節の仕事になってるから、はい、まあぼちぼちかなっていうところ。やっぱ都会で働けばさ、もうこの人手不足の世の中、声援越えの声も結構あるし、ね、農業地帯の十勝の方とか行ったら1000円超える、まあ、仕事きついと思うけれども、1000円の声もねちらほら聞こえるけれども、まあ、うちもちょっとね大変な面がいろいろありました。頑張ってるんですか。まあ、925円かな、畑で事務所で950円というぼちぼちだっていうところですね。はい、正直にお話しさせていただきました。めっちゃ正直。でも去年より45円上げたの。めっちゃ上がってます。上がった？上がったよね。45円上げたよね。うん、結構ね、社長ね、あの給与支払いが痛いです。もう銀行からいっぱいお金借りました。ありがとうございます。いやもう、このような給料だけど一生懸命働いてくれたら嬉しいなと思います。ぼちぼちの給料でもよろしければ、ぜひあなたも寺坂農園にね、ひと夏、気持ちよく働きに来てほしいなと思います。以上です。待ってます。